で受け入れる。オッケーオッケー。はい。なるほどな。クワルト最終戦。はい。テンペラー VS バロン。うん。バロンが勝てば2勝1敗で3人が並び、3人が並ぶ。1人だけ良い。で、エンペラーが勝てば直接対決で1勝2敗なんで、ゴッド1位、キングダム2位、エンペラー、サイ、バロン良いになるかな、多分。うん、どのみちこの戦いで良いには決まるわけやな、うん、どちらも負けれない戦い。確かに。うん、真ん中の方に固めてるね。怖い、すでに爆発寸前の導火線が。うん、置いたらやばそうやだ。めっちゃおもろそうやけどやめとこ。いやー、嵐になるのもいいんじゃないかい。あー、どう動く。これってなんか途中から2分ぐらいになっとったっぽいけど、そんな感じ。持ち時間、ね、お、3つ並びました。攻めるね。何を選ぶ。あえぐなエンペラーさあ どうする。うん、いいよな、いいよな。なんか簡単に考えてしまっていいんかという怖さがあるな。まあ、最初でアス救われるかもしれんしな。そこだなぁ。はい、はい、はい、おいおいおい、エンペラー、おい、何を学んできた、お前。いや、何も学んでないわ、難しいな、頭は。というわけで、エンペラー再開決定で、次、1位に3位決定戦はないやろ。行わんで。行わねえ。全員が、1戦ずつってこと？ん？全員1位じゃね？あ、全員1位でいいの。まあ、3人でその優勝決定戦しても、あの、また決まらない可能性あるからね。1勝1敗が3人並んで。なるほどな。OK です。というわけで全員1位で、1位は4ポイント入ってたけど、同率やから3ポイントでいいかな。そんじゃ、おい、ちょっともらいすぎちゃうか。もうちょっと下げた方がいいんちゃうか。黙れ0ポイントで、今1位4ポイント、2位が2ポイント、2ポイント、3位が1ポイント、1ポイント、4位が0。難しいところやな。うん、4位が0やから、まあ1人当たり取れる点数は7ポイントを3人で分けたいところやけど、無理なんだな。うん、じゃあ 3でいいんじゃね、やっぱり。2ポイントの方がいいんじゃないかな。3かそのまま4入れるか。さやな。とかよ、ほんとよ。まあ1位の同率やったら3ポイントでいっか。はい、ファンにもいるしな。うん、とかよ。ということで、今4ゲーム目終了時点で、ゴッド4、はい、エンペラー6、はい、キングダム12、バロン8かな。じゃないか、ロックをしてるやんけ。誰か止めろ。おい、キングダムを潰せ。なんか潰しに行くべきやったわ。キングダムを潰せ。まあこれ1位取ればな、一気に。あ、やべ。ポイント稼げるから。あ、いいっすよ。